アルメさん、こんにちは。ひこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブンで D 払い、楽天ペイ、ゆうちょペイ、AU ペイが対応へ、10月からのキャンペーンと組み合わせてお得にということで、今回はセブンイレブンでスマホ決済4社が追加されるという情報が入りましたので、早速お伝えしていこうと思います。 それでは早速こちら見ていただきたいんですけども、もうご覧の通りですね、もうセブンイレブンで、ね、上の部分ですね、a u ペイ、d 払い、遊助ペイ、楽天ペイ、これらが使えるようになるということで、いや、これ嬉しいですよね。個人的には、まあ、d 払い、そして楽天カードユーザーでもあるので、楽天ペイが対応するのは嬉しいです。まあ、ちなみにこの決済方法の4種類は、増税後の10月1日から使えるようになってます。で、 せっかくなので、ここからは、今紹介した4つの決済方法を使った時の還元率とか、あと使う時の特徴やキャンペーンについてお伝えしていこうと思います。まあ、それでは早速、こちらの y o u t ペイなんですけども、まあ、ご存知の通り y o u t が提供している y o u t ペイですね。こちらに関しては、現時点では還元などは特にありません。 場合によっては、キャッシュレス消費者還元で10月からあるかもしれませんが、もしそのような発表があれば随時お伝えします。ちなみにちょっと画像でも出ているんですけども、y o u t u b Pay では現在登録するだけで、現金500円がもらえるキャンペーンが9月30日まで実施中なので、登録してこの500円を試しに10月からのセブンイレブンで実際に使って決済してみるのもいいと思います。次に auPay ですね。こちら au のスマートフォンをお使いの方はもちろん、そしてつい最近動画にもさせていただきましたが、今では au 以外のユーザーの方でも aupay が使えるようになりました。auwlet のアプリで管理ができたりとか、まあかなり機能は多彩です。9月の時点では200円税込みあたり 1wlet ポイントを獲得できて、還元率は0.5%となっています。で、チャージ方法はいろいろありまして、僕は実際にセブン銀行 ATM でチャージを行いましたが、めちゃくちゃ簡単にできたので、セブンイレブンとの相性も良さそうですね。次に楽天米ですね。これはもう個人的には嬉しい限りです。 楽天ペはかなり幅広く使えるイメージでやっぱなんといっても楽天カードとの相性が本当にいいんですよね。 ま、上の画像に出てる通りなんですけども、こちら還元率を表した画像ですが、まず、楽天カードのみの場合は、還元率が1%。そして、楽天カードと楽天ペイを組み合わせたら、1.5%還元になるんですよね。これは還元時代は、楽天ポイントとしてもらうことができます。ちなみに、9月現在は、キャンペーン中ということもあって5、5%の還元中ということですね。なので、10月からの還元率次第では、ま、セブンイレブンで楽天ペイ、そして楽天カードを組み合わせて使うっていうのも良さそうです。 そして最後に4つ目は D 払いです。これはまた面白いですね。今回 D 払いを最後に紹介した理由が一つありまして、それは今上の画像でも出てる通り、D 払いの20%還元が9月の14日から始まります。エントリーはすでに本日から始まっていまして、なんとですね、9月が終わって増税後の10月14日まで開催されてるんですよね。もうこれは素晴らしい。D 払い自体はクレジットカードを登録して使うので、 d 払いとクレジットカードの二重取りもできたりとか、この d 払いに関してはドコモユーザー以外の方も使うことはできて、セブンイレブンで10月に決済をすれば、もう d ポイント20%還元を受けることができるということですね。 そしてちょっと補足なんですが、こちらのセブンアイホールディングスが提供するオムニセブンというオンラインストアがあります。これは以前のペイペイとかのキャンペーンで使われた方も多いかと思うんですが、このオムニセブンで例えば本や漫画などをオンラインで購入して届けてもらう住所を最寄りのセブンイレブンにします。 そしたら商品が届いたセブンイレブンで決済をするのでその時に D 払いで決済をしたらこれで期間内であれば20%還元も可能になりそうだなというふうに思っています、まあ、なのでもし10月に入って CD とか書籍などの購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、まあ、その方法を試すのもいいと思いますまだサービスが始まってないので一度これを試す場合はオムニセブン側に問い合わせるのも一つの方法ですね そして以前動画にもしましたが、現在 D ポイントとセブン銀行 ATM のキャンペーンも実施中なので、まあ僕の願望として D 払いがチャージタイプの機能が追加されると、また利用者の方も増えそうだなっていう感じはします。まあそんなこんなで今回は10月からセブンイレブンで新たに D 払い、楽天ペイ、ゆうちょペイ、au ペイが対応するということについてお伝えしました。まあここまで幅広く使えるようになるのはまたセブンイレブンでを利用するお客さんも結構ガラッと変わってきそうですよね。 そして先ほど何度かお伝えしましたが、まあ10月になるとキャッシュレッシ費者した還元とかで還元率がまた左右されると思うので、まあその時は改めてそれぞれですね、動画にしていこうかなというふうにも思っています。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。